はりがうこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイの今後の展開3つまとめということで、楽天スイカ顔認証などの新サービスについてということですね。今回は楽天ペイについてなんですけども、先日横浜で行われた楽天オプティミズムというイベントが開催されまして、まあ、僕は行ってないんですけども、それぞれのニュースサイトを参考にしながらですね、僕なりに今後の楽天ペイについてまとめてみました。 ということで、今回大きく分けてお伝えすることは3つありまして、まずは今出ている、まず一つ目っていうのが、顔認証決済ということですね。こちらはスマホにアプリからあらかじめ自分自身の顔を登録して、4桁のピンコードを登録。利用者は支払いの際に、ご自身のスマートフォンを取り出して、提示する必要はなく、お店側が用意するタブレット端末で認証を行うということでした。これちょっと面白いですよね。そして、 今回のイベントでは iPad Pro が使用されており、店舗向けのアプリがまず表示されるようになってます。これがまず丸一番ですね。で、次に2番目。購入者が支払うというものをタップしたら iPad のインカメラが起動して、あらかじめ登録されていた顔の情報と照らし合わせて認識がされるみたいです。 そしてうまく認証されると支払い完了という流れですね。まあ今のところまあ実証実験の段階で一般向けのサービスが開始されるのは未定ということでした。これ面白いですよね。確か僕の記憶では多分中国とかでもこれに似たようなシステムが導入されているというのを聞いたことがありまして、まあちなみに調べたらありまして、 こんな画像ですね。まあ、これが楽天イでそれを導入するっていうのは少し興味深いとこではあります。次2番目がモバイルオーダーですね。これのシステム自体は一部のま、スターバックスとかマクドナルドで既でに導入されてる仕組みに近いものなんですけども、今回は楽天もそのモバイルオーダーを今後導入するかもしれないということでした。まあ、このモバイルオーダーがどんなものかというと、まあ、簡単にまとめました。まず丸1番、お店の QR コードをまず読み取ると。 そして2番目、商品のメニューが表示されるので、まあそれを選択して3番目、スライド操作で支払いまで確定をさせると。そして4番目、アプリの画面には商品の準備状況が表示されるので、 5番目、受け取り時に合言葉、いわゆる取引をする時のキーワードを伝えて、スタッフから商品を受け取ると、という流れみたいですね。まあ、これのいいところは、レジに並ばず完結できるということですね。まあ実際にはお店の QR コードを読み込まなくても、ウェブサイトから同じような注文ができて、まあ事前に自宅で操作をして、完成のタイミングを見計らって商品を取りに行くという流れを見込んでいるということでした。これも結構面白いですね。まあ確かに、お店に行って注文することも多いです 多いんですけどもこのモバイルオーダーが導入されれば、まあ、レジに並ぶことが軽減されるのはやっぱり結構大きいですよね。 そして最後3つ目、こちらの楽天スイカですね。これは個人的に非常に楽しみなサービスの一つですね。こちらは来年の春からサービスの開始予定ということで、まあ、楽天のエディ、そしてスイカというまあ2大電子マネーを一つにカバーできるというまあかなり衝撃的なサービスの一つですね。まあ、以前も動画にもあげたんですけども、まあ、今回のその横浜のイベントでは楽天スイカについて多くは語らなかったみたいなんですけども、現在分かっている情報ですと、お財布携帯対応の Android が使用可能ということ。 iOS、iPhone などは検討中ということですねそして楽天ペイアプリに楽天カードを登録していたらそこからチャージ可能で楽天ポイントが貯まるということでしたま一、あ、つネックなのは現時点の発表では Android だけなのでまあ、iOS も対応してくれると iPhone ユーザーからしてもかなり嬉しいですよねまあ、そしてなんといってもこの赤いスイカというのがまたちょっと魅力的ですよねまあ、そんなこんなで今回は主に3つお伝えさせていただきましたまず1つ目のまあ顔認証決済そして2つ目のモバイルオーダー 3つ目、楽天スイカということですね。まあ、ぶっちゃけどれも興味深いサービスなので楽しみですね。また何かしらのまあ、細かい情報などがあれば、また動画にしてお伝えしていこうと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。